お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、この前、ライキー・ジョーンズ選手ですね。もう、何試合 ?12 試合ぐらいやったんですよ。だから、もうそのフレバトの、まあ、リプレイをですね、はい、見ていきたいなと思いますね。はい、こんな感じでもう、ちょっと撮ってるんでね、はい。僕が結構試合してリプレイがなくなっちゃうんで、まあ、こう残しておいたやつをですね、はい、さすがに全部は、マジで長すぎて、見えないから、3試合だけね、はい、見たいと思うんですけど、とりあえず、これ1個目が、僕、枯渇で行ったんですけど、トルネファイブだったんですけど、マジで、これは立ち回りも、ライキさんが完璧すぎましたね。これはもう、負けちゃって、2個目に、まあ、ゴレで、メガナイトはさすがに、相性良き。で、3つ目がヒール3死で、これもまあ、相手がガゴムで死んでるかな。はい。で、今3つ終わりの、で、4つ目が、こんな感じで、もう、調子良きでしたね。この前のライキさんに。で、ここでですね、この試合、5試合目ですね。こちら。ここ、もう何で戦ったかを見ちゃうとね、結果が、分かっちゃうんで、まあ、こちらをですね、はい、もう早速見ていきたいと思います。よいしょ。てなわけで僕が、アイスウィズのチエンスケラですね。で、ライキさんが、ペッカ工場のザッピー型。といった形ですね。まあ、ザッピー型はあんまり見ないんですけどね、最近は。はい。で、まあ、僕は、ここ、まあ、普通にボスケ置いちゃってるんですけど、この、なぜ1個、高さが低い、まあ、逆サイホグが釣れない位置ですね。逆サイ工場も、まあその手札にトルネードがあったから、その逆サイホグをまあ誘うと言いますか、逆サイホグ来てもトルネード吸えるので、墓石は相手で一マス下にしてますね。手札にトルネードがなかったら墓石は一マス、まあ、僕は上にするようにはしてますね。はい、てな感じで、まあ、工場ババアホバリングの形来て、このバルキリーを出すタイミングを遅めに、ホバリングがこっちのコードに入ってから処理してあげることによって、処理出してあげることによって、あのホバリングのねターゲットをバルキリーが取ってあげてますね。はい。で、この試合なんですけどね、この前メラティブ本当に初ぐらい、まあ、2、3回目の時かな、その時にメラティブやってて、僕マルチとかやって普通にゆっくりしてたんですよね。そしたらなんかちょうどその時にみかんさんとかライキさん、あとはユーヒルか、でもプロ選手がみんな配信しててすごい偶然 で、そしたらなんかライキさんは何してたかな、ライキさんもマルチしてたのか、だからラットナトル抜くかみたいな感じですごいマルチして、僕でもライキさんが僕と同トロとかかな、本当にもう同トロとか、あと2トロ足りないとかで、なかなかもう抜けないというか、本当に、なんですか、本当、あと少しのところで、温まり散らかしてて、それでもうなんかもう、今日はもうやめるわ、みたいな感じで、ミラティブ終わるときに、最後、ラット、じゃあフレバトルボコして、温まって、なんか、ね、いい気持ちで終わろう、みたいなところで、フレバトルが来て、マジでそれがもう深夜3時とかかな。マジで、2時か。まあ、言うて2時とか3時かな。はい。時にフレバトがまあ飛んできて、そしたらね、僕負けちゃったんでね、しょっぱな負けたままでは折れないじゃないですか、さすがに。だから、まあ、そっから僕がリベンジして1-1持ってって、そしたらね、もう1-1だったらもう最後もう一戦やってね、決着つけようってなるじゃないですか。でそこで僕勝ったんですよ。だからそこでもう僕が気持ちよく寝れるなと思ってたら、もう温まったらライキさんがもうフレバトでもう僕は眠れなかったですね、その日。気づいたらだって12試合かな、もう12ってやばいですよ。しかも普通にミラティブしながらこういう延長とかが当たり前のフレバトをやってるんで、マジで1時間半とかかなぐらいずっとフレバトしてましたね。めちゃくちゃ楽しかったんで、まあ、全然いいんですけどね。マジでライキさん、そのいい意味で温まるから、そうストイックなんでね、あの人。はい、まあ、めちゃくちゃいいことなんですけど、そうフレバとたくさん付き合わされましたね。で
このタイミングのフリーズですね。けど言うてそんな入らないで、ここのポイズンがちょっとやったなと思ったんですけど、このやっぱ防衛力の硬さですね、遅延デッキの。よいしょ、本当にこれが楽々守れちゃうんでね。でもこのホバリングが、まあ、ちょい厄介かなーぐらい。はいはいはい。そうで、この僕のスケラデッキが、その、スケポイフリーズですね。何の枠か、そう、ウッドの枠か。ウッドの枠をフリーズにしてます。っていうやつなんですけど、まあ僕がこれただお気に入りですね。結構スケラデッキ使うときに、普通のスケポイも使うんですけど、このスケポイフリーズをよく使いますね。まあ BO3 とかだと、BO1 とかフレバート系だと、すごい刺さりますね。そう。だから、まあ僕のお気に入りのデッキですね、これは。なんでよく使います。はい。で、さっきはね、相手防衛ポイズンしてきたんですけど、そこにフリーズ打っちゃってやっちゃったんですけど、まあ言うて、まあこのフリーズ OP ですね。これで守れちゃうから。はい。てな感じで、まあいい、ここは勝ちましたね。はい、とりあえずいい試合をね、良かった試合を、はい、見ていきたい。で、1,2,3,4,5 これですね、今5試合目これで勝ちの6がこれで小勝算子ですね。もうこれも言って相性、本当に最近のデッキはガゴムレに弱いのが多いんでね。はい、で次ですね、こちら見ていきたいなと思います。はい、僕がこれで、ライキさんがちょっとあんまり見ないんですけど、そのこっから分かりますね、カード削ぐと。まあ、この手札だったらホバリングメガゴで、これっぽいんですけど、まあ、バトルしてるときはね、さすがに分かんなかったですけど、とりあえず、まあ、カード回して、これはもうこのままメガゴ合わせて、このメガゴを美味しくね、いただく感じですね。はい。正直だってゴレだと思ってたんで、これ。ゴレか、まあ、スケラとか、スケラ？でも、ライキさん、スケラのイメージないなと思って、そう、ゴレだなって思ってて、しかも、ホバリングでラッキーと思ったら、まさかのロイフグですね。で、ここの相手のホバリングがすごい優秀で、メガゴを処理しちゃって、で、ロイフグはまあ、トレネだけなんですけど、結構ダメージ受けちゃいましたね。ホバリングが、意外といい活躍をしちゃってるんですよね。で、なんか、遅延ロイフグ。なんですけど、ね、ホバリングで、そう、全然見ない、珍しいデッキだなぁと思いましたね。てな感じで、まあ、流れて言って、ここは、まあ、ロイホグ警戒ですね。なんで、ダクネ出して、まあ、受けから。でも、ここはもう、そのままこれね、風作っちゃいますね。別に、まあ、作らなくてもいいんですけど、言うて、この流れ的には作った方がいいかなというので。で、ここ、トルネで多分吸いますね。ホバリングとアイスイズ、これ両方処理したいんで。吸わないの？吸うんかい。はい、はい。けど、この追加メガゴが、強い。強い。防衛が綺麗ですね。ダメージが全く通らないんですよね、このゴレの。で、このホバリン、このロリババじゃない。なんだこれ。ロイフグ。ロイフグが、マジで、毎回、チクチク刺さっちゃうんで、最近のゴレデッキはですね、そう、墓石がなくなりましたね。ちょうど顔が来ちゃったんで、だから、もうこの形が、まあ、アイスウィズかダクネ、どっちかがランバーみたいな感じの、まあ、ゴレが流行ってますね、今。まあ、単純に強いですからね。で、ここ、なんですけど、ライキさん困ってますね、今。エリクサー漏れが結構多くて、で、ここでボイポイズン使ったので、まあ、この瞬間の後ろ追加がマジで強いですね。で、正直勝ったと思ったんですけど、ここを守られちゃったんですよね。正直びっくりしましたね、これは。これマジで余裕で勝ってというか普通に勝ったと思ったんですけど。はい、で、ここで、ゴレかな。ケツメガゴか。一回そう、メガゴで、ちゃんとね、防衛しますよーって見せて、で、ここで後ろからゴレ出すと相手は攻めにくいんでね、一回また受けから行かないと。
ってなって、で僕はもうこのまま形を作るかな。はいはいはい。で相手はもう削りたいですから、もうここでダクネだけにポイズンを、まあ、打つしかないですよね。何でもあとは追加で、あとは攻め取るねで、まあ、ロリババもねこの攻めで使うと意外と強いんですよね。でこのままもう押し切った感じかな。押し切ってないのか。いや、ライトニングって終わりですね。はい、ってな感じですね。本当にゴレが強い。まあゴレを出すのワンテンポ遅めに出してあげれば結構あれだ、攻めれないかなと思いますね。ユニット出してからゴレをすれば、1,2,3,4,5,6 で今7試合目が終わって8、そうでまた使われてボコボコにされましたね。これ8、9試合で10試合、そうこれほぼミラーで、マジのめちゃくちゃいい試合したんですよ。本当にどっちが勝ってもおかしくない試合して、でこちらラストですね。ラストはい、こちらを見ていきたいなと思います。でそう、この動画が上がってる日もまたライクさんとフレバトするんですよだからまた多分10戦ぐらいやるかな。もうちょいするか、もしかしたら20いかないか。でもだからフレバト三昧ですね。フレバトめちゃくちゃ楽しいんですよね。けどマジでやるとハマりますね。なんかグラチャレとか、まあ、相手の強さとかがバラバラですし、フレバトだとちょっと緊張感も出ますしね、やる気も変わってきますし、結構なんだろうな、普通に成長するのにちょっと早い感じがしますね、フレバトすればするほど。はい、でまあ相手がライクさんがコカツ三子で、僕がペッカ工場ですね。はい、でここはザップでいい感じ抑えられて、ここの工場やったんですよね。マジでその今の左の防衛に多分ザップ、ライクさんが防衛でザップを打つぐらいからもう工場多分出そうと思ってて、で正直ギャングも防衛に使ってくれると思ったんですよね。いやこれ絶対防衛ギャング使わないとできないなと思ったら、ギャング使わなくてなんかもうつい普通にポイって出しちゃったらただただ守れちゃいましたね。いい感じの許容をされて、これ両方うまーく削らされてますね。でここはどうするんだろう、これ合わせますね。ペッカかな。あ、まあライドラでもよかったのかもしれないですねこれ。けどそう、これもライドラザップなんですけど、このザップはもう早めに、あ危ない、そうこれ危ないですね。ライドラもガゴメに強いっちゃ強いんですけど、ああいう感じですぐ溶かされちゃうんで怖いですね。これももうでも相手ギャンクが3死しかなかったんで、工場同彩に出して突進入れて、はい、ダメージ稼いでいきますね。でも本当はどっちがいいの、どうしたらいいのかそんなわかんないんですけどね。ペッカも使えるようになりたいんですけど結構むずいですね。でここはもう端前から攻めて、でもこの工場釣りがめちゃくちゃうまくて、そうなんですよねマジで。でこのライドラで突進はね覚えてきて、このゴーストが入って、いやいけるいけると思ったんすけど入んねえ。はい、マジでいい試合ですね。けどこっからですね、大吉さんが貯めたエリポーンがのエリアドがなかなかしんどくなってきますね。でもこの三振2体はポイズンで処理できていいんですけど、問題があれ、あのそうガゴ群れ、このガゴ群れがマジで強くて OK けどまだ参るマジでめちゃくちゃいい試合してる。どっちが勝ってもいいぐらいですけど、あと500がねなかなか削れないんですよね。ライキさんもあと380が、あーってな、そうここがもうね鬼しんどい。
しかもザップ今なんか地味に最後まあやっちゃってるんですけど、まあやっちゃってなくてもこの逆サイド落とされたかな。そうてな感じで最後の最後にまあ負けて終わりましたね。よいしょ、こんな感じかな。はい、てな感じでライクさんととりあえずたくさんやったんで、まあそのうちの結構良かったかなと思う試合のリプレイ紹介でした。はい、てなわけでも今日は言うてこんだけですね。はい、で2本目にミラーネッキのね動画を出そうと思うんで、そちらもぜひね見てもらえたらいいなと思います。それでは終わります。お疲れ様です。バイバイ。